水と緑に彩られた惑星ハイデリン。その豊かな星は母なるクリスタルの加護によって生きとし生けるすべてのものに永遠にも思える繁栄をもたらしていた。世界最大の大陸三大洲の西方に位置するは神々に愛されし地エオルゼ。クリスタルの恵みに彩られたこの地で人々は歴史という名の足跡を刻んできた。だが永遠に続くかと思われた繁栄の時代もやがて終焉を迎える。時に第6西暦1572年エオルゼア中央部カルテノー平原、大陸全土の支配を目論む北方の大国ガレマール帝国の軍勢とエオルゼア3都市同盟軍との間で壮絶な死闘が繰り広げられた。ガレマール帝国の仕掛けたメテオ計画により月の衛星ガラガムが大地へと落ち、その内部から出現した古の蛮神バハムートが世界を焼き尽くす。人はこれを第7例祭と呼んだ。そして5年の歳月が流れた。エオルゼアの地は死に絶えていなかった。恐るべき最悪の爪痕残る世界にはたくましく生きる人々の姿があった。災いが呼び覚ました大いなる謎と危険が待ち受けるこの世界で、それでも人々は新たな歩みを始めている。新生の時代第7世紀へと向かって、そして今日もまた新たな冒険者がエオルゼアの大地を踏みしめる。かの者の旅路に幸あれ、冒険者に母なるクリスタルの導きがあらんことを。はい、皆さんこんばんは、ジイロでございます。いやーね、今日もやっていくんですけれども、ちょっとね、始める時間がちょっと遅くなってしまったっていうのがあるんで、ちょっとね、ちょっとだけやって、今日は終わる感じになるかと思います。うん。なんでね、それまではちょっとね、しばらくという、30分ぐらいになるかな。うん、お付き合いいただければなと思っております。よし、じゃあ行きますか。うん。ね、今日は目標としてはどこら辺ぐらいまでやるかなっていうのは、バテロンと話してね、これからね、多分ね、いよいよインスタントダンジョンに行かされることになると思います。うん。まあ、なんでそれを言って、うん。まあ、終わろうかなと思っております。だからそんなに長い動画にはならないと思うんですけども、まあね、まあ、こういうことにはなるかと思いますね。さて、じゃあ、見て皆さん、モモニカちゃんまだここにいた。ねえ、いつも見かけるモモニカちゃん。かわいらしい。ねえ、PS4 の生配信の時もね、そうでしたね。同じところにね、こう、よく会う子がいる、よく会うね、ララフェルのね、女の子がいるわけ。うん。かわいいな、かわいいな、つってね。うん。頭撫でてったらね、ダッシュで逃げられるっていう。うん、まあそういうことがありますんでね、あんま可愛いなっていうところで、まあ終わっておくと。そう。あんまりね、接触を持ってね、うん、キモって思われたくないから。なんか可愛いらしい来たよ。なんか、侍だけどね、いや、なんかこれぐらいのさ、控えめな刀の方がかっこいい。うんちょっとすみませんね。見せていただきますよ。どんな刀？普遍鋼打ち刀。普遍鋼打ち刀かな、うん、なるほどね。侍始めましたよと。これ別に侍の装備じゃないんだね。うん、へえ、いいな。侍やりたい、俺も。まあいいでしょう。じゃあ、話しますよ、バテロンと。そうですよ、シノさんですよ。あ、そっか、もう一回リムサから旅立ってるからね。これ来たって思ってるんだな。何よ。もう分かってるけどさ、あれでしょ、あそこ行かされるんでしょ。サプサだよね、確かね。サスタシャだ。サプサは違うとこだ。溺れたイルカ邸のバデロンは腕利きの冒険者を託しているだ。なるほど、腕利きの冒険者だ。任せろ。なるほどね。あれでしょ、うん。海蛇の彼らでしょ。分かっているんだ、私は。ちょっと今マイクの位置をいろいろね、動かしてるんでね、声が大きくなったりね、あと鼻息入ったりするかもしれない。ちょっと、いい感じの調整をしたいんだ、俺は。これでいいかな。鼻息はかからないけど、声はね、しっかり拾うっていうところね、なかなかこう、難しい。私はね、ヘッドセットで、ヘッドセットのマイク使ってますからね。もしかしたらあれの方がいいかもしれないね。ちゃんとしたね、マイク。うん、考えとこうかな。まあ、声が小さいっていうのがあるの、たまに。放送で。うん、レイナー来たよ。不審船。うん。なるほどね。うん、なるほど、なるほど。それだけじゃないんじゃないかと。何かあるんじゃないの？隠し扉みたいのが。見落としてんじゃないの？任せてくださいよ。今両親が喧嘩して、ちょっともしかしたらマイクにね乗っかるかもしれないですけど、それは申し訳ない、本当に、うん、うるさいんですよ。もううるさいうるさいって言ってもね、全然静かにしない、うん、もうダメなんだな、うん、まあ、うちの母親はね、もう認知症なわけですよ、うん、でそれをまあね、苛立つ父親がまあね、何度かこうね、こんな話やめようかこんな話をここでするべきではない、うん、まあだからお互いにイライラさせて喧嘩になるのね、うん、まあそれをね、うん、なんとかねしたいわけなんですけどもね、ちょっといろんな話が混じってきて何をバテロンが言ってたのかみたいなね、ちょっと分かんないかもしれないけど、つまりね、サスタ社にね、サハギン族が居ついてんじゃないかってね、不審船をよく見かけるんで、うん、なわけですよ。でね、まあ、行けば分かるんだけども、うん、実はね、隠し扉みたいのがあって、うん、まあ、その先に隠れてるわけね。だからね、入り口のクワールなんぞをね、見つけたところでっていうのがあるわけですよ。で、あれです、漁師ギルドだ。漁師ギルドの前まで行って、うん。まあ、そこからね、エールポートまで船が出てるから、エールポートに行って、うん。で、そこでね、イエロージャケットのね、まあ、メンバーがちょっと待ってるんで、イエロージャケットのメンバーが待ってるのは、サスタ社の前だけども、ね、うん。まあ、エールポートからね、近いんでね、エールポートから行って、ね、ちょっと問題を解決してきてくれよと、ね、有名な冒険者のお前だったらね、大丈夫だろうと、まあいうところですが、ちょっとね、で、マクロもね、少し、まあ、簡易的なもんですけど、まあちょっとね、ある程度の自動機能がついたものを、まあ、作っております。ただまあ、あんまりその、しっかりしたもんじゃないから、ただ、あれです、なんつうのバフ系の、うん、スキル。ちょっと待って、アクションですと、ジョブじゃない、アクションだ。アビリティね。ウェポンスキルじゃなくてアビリティだ。うん、前回だか、前々回だか、パッシブスキルって言ったね。パッシブスキルってのはこっちね、うん。これらをパッシブスキルって言うんです。申し訳ない。間違ってましたわ。うん、見返してみたら。アビリティとウェポンスキルね。そう直接ダメージ与えるのがウェポンスキル、ね。自分を強化したり、仲間に何かしらのね、いい効果をね、働きかけるのが、まあ、アビリティでございます。バメルパ。うん。レールポートの北に立つ初心者の館に向かってください。なるほどね。なるほどね。わかりました。ただ私、ごめんなさい、初心者じゃない。うん。エールポートに行くと。乗ってく。お金取るんだ。そりゃそうだな。そりゃそうですよ。お金取りますよ、そりゃ。それをなりわいにしてるんですからね。当たり前ですよ。取らなかったらどうしてんだって。まあ、言いはしないけど。ラッキーって思うだけだから。ちょっとどうかな、マイクの位置。いい感じになってると思う。ガサガサ音すると思うけど、申し訳ない。そこら辺はもう申し訳ないです。このね、皆さんにね、より良いね、まあ、マイクの音声。まあ、私の、ね、声が、まあ、ガサガサなのかな。わかんないけど、あんまり、こもった声なんだろうね、きっと俺ね。いい人はいいって言ってくれるんだけどね。自分はあんまり好きじゃないわけ。なんかもうちょっと乾いたね、こう、うん、乾いたっていうか開けた、うん、うん、なんか声であってほしかったな、うん、ここね、あれ直接来ちゃったけど、あ、大丈夫なのかなこれ。ダメか、やっぱり。行かなきゃダメなんだ、初心者によって。一回は。初心者じゃないんだけどな。まあいいでしょう。多分話聞くだけでしょ。実践をやってくれみたいなことにはなんないと思う。うん。そうです。なるほどね。訓練はそれから。訓はそちらの冒険者指導教官から受けられます。ここにいる、あ、ダメだ。ターゲットしちゃってるから。で、良さそうだね。うん。良さそうだ。別にね、訓練を受けなくても大丈夫だと。分かってるんだよ。とりあえずね、分かってないんだったらここ行ってからの方がいいよっていうのを促されただけだね。分かってない人は行くでしょうし、分かってる私であればまあいいだろうと、飛ばしてもいいだろうと。ただね、あれ、初心者の方はね、行った方がいいですよ。レベル15のね、なんだったらこのサスタ社でね、手に入るね、レア装備がね、実はね、あそこクリアするだけでね、もらえる。まあ、ちょっと色違うやつだけどね。で、皆さん、この4人。ね、この4人ね。いやー、悲しい。もうこの4人を見るだけで俺は悲しくなってくる。アビル。チンタラやってんじゃねえぞ、エッタ。金が足らなかったらてめえの金で買ってこい。ろくに KR も使えないお前をパーティーに入れてる意味を考えろ。ね、うん。何度と言ってもです。エッタちゃん。まあね。まあ何をされてるかというと、いじめにあってます、エッタちゃんが。この3人から。うん。パーティーでね。まあ、エッタちゃんがちょっとおっとりさんっていうのもあるんだけれども、うん。まあ、回復がね、遅いからね、みんながちょっとイライラして、まあ、強めにいってるっていうのもあるんですけどもね、ちょっと、うん、エッタちゃんをね、いじめられています。うん。まあ、アビールとエッタちゃんは、幼馴染なのね。うん。まあ、なんだろうな。アビールはどう思ってるのかわかんないけど、うん。エッタちゃんは少なからずアビールのことは好きなわけ。うん、男の人としてね。うん、パイオレール。うん、まあでもパイオレイオはそうでもないんだね。リアビヌだな。うん、リアビヌがのアビールに乗っかって強めにいってる感じだな。うん、かわいそうだな、エッタちゃん。まあ、いずれね、この結末というものを知ることになります。私たちは。うん、まあ、ホラーですよ。うん、まあ、だからね、心が壊れてしまった子がどうなっていくかっていうのはもう、うん、ホラーです。この辺りね、なるほど。コンテンツファインダーが攻略に参加してみましょうと。うん、さあ、いよいよ皆さん、コンテンツファインダーが解放されたということはね、インスタントダンジョンに挑むことが可能になりましたということです。うん、ダンジョンを探索しよう。まあ、見てみましょうか。ダンジョンではパーティーで協力してモンスターを討伐したりギミックを解きながら奥に進んでいきます。ダンジョンの奥にいるボスを倒して報酬を得るのが目的です。攻略中は制限時間があり、クラス、ジョブの変更ができません。うん、中に入ったらもうそのクラスのまんまだと。ジョブのまんまだと。うん、ダンジョンを探索するときには、パーティーを編成した状態で NPC やオブジェクトにアクセスするか、コンテンツファインダーを使ってパーティーを自動編成して挑みましょう。さあ仲間たちと協力して見事にダンジョンを攻略しましょうと。はい。ああダメだ、まだ2を見たのか。すごいとこ行ったな。はい。でコンテンツファイターを使ってみようのチュートリアルじゃない、ハウツー。各種ダンジョンやギルドオーダーなどのパーティーコンテンツに気軽に参加できるコンテンツファイターシステムが開放されました。今後あなたの冒険が進むにつれ様々なコンテンツが追加されていきます。ファインダーを起動するにはメインコマンドの中からコンテンツのファインダーを選択しますと。 OK。 まあね、やり慣れたところでございますからね。忍者 DPS のロールで挑むよと。で選択して参加。これでマッチングが始まりますと。うん、揃ったら、うん、まあマッチングされてね、中に入っていくと。ファインダー左リストから参加したいコンテンツをチェックして参加ボタンを押すと、申請完了です。鍵マークのついたコンテンツは参加条件を満たしていないため参加申請を行うことができませんと。うん、参加申請を行うと目的リストにファインダーアイコンが表示され、予約状況の確認が可能です。予約状況では現在のマッチング状況、サーバー予約状況などを確認できますと。コンテンツへの突入準備を確認すると、突入確認ウィンドウが開きます。さあコンテンツに挑戦しましょう。コンテンツに突入したらまず新たな仲間に挨拶を忘れずに、そして思う存分コンテンツやパーティープレイを楽しんでください。来たよ。ちょっと待ってくれ、ハウツーを待って、パーティーモードにしてパーティーにしといて、この辺り読んでられないな、ダンジョン中は。ちょっともう飛ばしちゃうよ。うん、私が後でね、分かってることは後で解説する。よし、行こう。よし、まあ、普通にね。まあ、忍者が後ろから攻撃する必要ないのか。このレベルであれば別にどこから攻撃してもいいな。でね、サスタ社の新食堂というのがここでございます。で、まあ、やってるうちに薄汚れたメモをちょっと確認して、緑ですよと。この緑色っていうね、キーワードが、まあ、後で、まあ、生きてくる。はい。で、必ずタンクさんが叩いてるやつをね、叩いてあげてください。そうしないとね、まあ、敵対心がね、まあ、分かれちゃうというか、まあ、大体ね、タンクさんが叩いている敵が、ね、今タンクさんが敵対手をね、頑張ってあげているような敵でございます。で、その他の敵っていうのは自分にちょっと注目するぐらいの程度の、まあ、敵対手にしか、まあ、入れてないから、まあ、それをなんか DPS がね、叩いたりしていくと、まあ、自分ね、DPS に敵対手が1位だから、自分に敵視が来てしまうわけ。うん、まあ、なのでタンクさんがまあやりにくいっていうのと、あとヒーラーさんの回復量がね増えてしまうっていうのがありますので、必ずタンクさんが叩いてるやつを叩いて、これがもう DPS の鉄ブレード。使うの遅れたな。やらないもんね。見つかっちゃってるな。見つかっちゃうんですよ。必ずこのジャイアントクラブ、これをね潰しとかないと、このねシェードシーカーがどん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 開く。まあだからキリがないわけですよ。元を叩かないと。どっちやってんのかな。じゃあね。何も使えないのか。まあ最初のダンジョンだから仕方ないっちゃ仕方ないけどね。アシストのマクロ入れとくのあれだな。アシストっていうのは自分がね標的だから、今ねパーティーリストには多分2番目に今タンクさんがいるんで、2番かな、2番に設定したアシストってコマンドがあるんですけど、アシスト何番にアシストしますかみたいなのもちゃんとね記号として入れて、まあ、それをマクロに組んでるとね、そのね2番目にいる方と同じターゲットにねターゲットすると、まあ、いうことなんで、大体2番目にタンクさんがいるんで、ね、タンクさんが叩いてるやつをターゲットしてるよというマクロだからね、自分がねどれ叩いてるのかなみたいなの探せなくても、それボタンをねポンと押してやれば、まあ、タンクさんがターゲットしてる敵をね自分もターゲットしてやれる。まあやりやすいこともあるんです。それもちゃんとやっとかなきゃダメですね。忘れてたもん。あれ閉まっちゃった。閉まってる間ダメージが入る。じゃあ来ちゃったよ、いろんなの。大丈夫かね。さあどれ行ってる、これだな。道路に行ってるのか、そんなことはない。道路の敵地も上げ始めたってことですね。まあ序盤はなんていうのかな、こっちのねローテーションがまず簡単すぎて、まあギミックも簡単だからね。ただ敵を叩いて、タンクさんが叩いてる敵をまあ叩きをだけみたいな感じ、 DPS は。しまっちゃった。だいぶ来てますよ、篠さんに。ありがとう。まあ、武術師だからね、オーバーパワーがあるから楽勝で取れると思うからね、そんな心配してないですけど、前方のね、扇状範囲のね、敵士を集める範囲技っていうのがあるわけです。で、緑のね、さっき緑って言ったでしょ。これが実は鍵。そうするとあそこのね扉のスイッチが開きますよとね。で扉のスイッチを触るとね、さっきねレイナーが言ってたクアールが出てくると。これが、まあ、一面のボスで、あれだね、分かりやすくなったね、これね。多分このねサークルの欠けてる部分が後方っていう判断でいいと思う。いやこれはありがたいな。なんか欠けてるように見えるなってさっきから思ってた。あれなんじゃないかなと思ってたんだから、段差にね、段差っていうか地面がねこう平らなわけじゃない。あ、やばい、こんもりしてるところにこのねサークルがね入ってっちゃってたんじゃないかなっていう、それだけ。戦利品の分配とルール希望の示し方、まあロットシステムですね、これは完全に。自分のねロール、まあ3つありますよね、まあ、私のような、ね、まあ、チームの攻撃力とする、まあ、DPS ですね。で、今ね、パンクさんがね、敵手を集めて、まあ、タンクっていうのは大体ね、防御力を上げて自分を固くしているもんですから、まあ、自分にダメージを集めていれば、まあ、チームが受ける総合的なダメージっていうのは抑えられる、防御力が硬いやつがね、受けていればね、まあ、それをね、まあ、ヒーラーが回復するのかな、ヒーラーのコストも浮くだろうと、まあ、そういう、まあ、役割がタンクでね、まあ、ヒーラーはもうそのままですよね、回復。チームの回復、まあ、で、まあ、ロールごとに装備できる、まあ、ロールごとにっていうかね、DPS は DPS でまたいろんな区分けがあるんだけど、いろんな区分けっていうか、装備できる装備ってまた違ってくるんだけど、自分がだから装備できる装備、まあ、ニードっていうロットのチャンネル、それが一番ね、だから位が高い。だからニードでロットした人が優先で、ニードがいなかったら、誰もいなかったらグリードでロットしてる人で勝負で、もちろんポイントが高い人がね取っていく。これね、ニードね、私は装備できませんからグリードしかできないと。でニードした人が持ってった、あ、誰もいらないんだなみんな多分パスしてるんだけど、まあこんな感じですよ、ロットシステム。だから欲しい人に行く、一番優先で行くってこと。装備もできないのにね、欲しい人がもらえない状況にはならない。誰も行かないか、とどめ誰も行かないか、なんかでもちょっと懐かしいな、やっぱり久しぶりだからね、ファイナルファンタジーダンジョンも久しぶりだからね。犬から行くのかな、犬から行かない、鍵が落ちてますよ。鍵が出ます。まあ今のマクロはね、連打してるとシノさんが本気出す。1回だけポチッと押すと適当にやるっていう。マクロの作り方まあ簡単ですよ、マクロを並べとけばいい。一番最初にね、優先するべきや、ね、アビリティじゃない、ウェポンスキルを一番先頭にして、それ以外をね、まあ、アビリティで固めていくっていうようにしていくと、一番最初に1回だけポチッと押す分にはね、この表示されてる、ね、スキルしか使えませんけれども、連打するとその中に内包されているスキルをどんどん使っていく。だから連打すると本気出すね。そうじゃないね、1回だけポチッと押す程度だと、まあ、ある程度手抜いてという感じです。手抜くっていうかな、温存するっていう、手抜くっていうのは言い方悪い。やっぱり後ろがサークル開くんだな。怪人門がいた。こういう合間に封筒とか決めたいんだけどな、残念ながらまだレベル15の設定のね、まあ、ダンジョンなんで。分かってるね、彼じゃないな、彼女だ。どれからいってる？これか？違うな。まあね、ここね、しばらく経つとね、マディソン船長が、まあ、犬を呼ぶわけで、犬が呼ばれるとその門が開くで、だからタンクさんもね、開いた瞬間にターゲットをね、敵地を集められるように動かになっている。おかしらいやらしいゴリブリっていうのはこのピンク色のね、ゴリブリ来ましたよ、ほら。まずはタンクがひとまとめするまで見てるな。マディソン船長が1匹じゃね2匹いる。だいたい GPS はこういうザコをね、片付けるって仕事ですから、膠着せずね、マディソン船長行けばいいだろうってならないで、ちゃんとザコをね、処理する。パスしちゃうよ、もう、俺も。別に欲しいわけじゃないしね。目だな。まあ簡単ですよ、この辺りには。これどんどん難しくなっていくわけで、まあ、レベル50までのね、ダンジョンで、オーラムベイルっていうダンジョンあんだけど、まあしんどい。分かってない人いるとしんどいね。まあ、分かってないから来るんじゃねえっていうことにはならない。分かってないならそこで勉強してね。なんか今後のね、経験になればいいんだ。最初からだって分かっていく人なんていないわけよ。それをね、こう、分かってないからってね、こううるさく言う人って、どうかと思うわけよ。そこでね、やっぱりさ、ね、ここはこうやんだよ、みたいなのを知ってる人が教えてね、あ、そうなんだねっていうのって、で、まあ、クリアしていくと。で、ありがとうってなってね。まあ、それで、まあ、もしかしたらね、うん。つながりができるかもしれない。それが MMO のね、MMORPG のまあ醍醐味ですよ。分からないことを分かってる人を知ってやるっていう。調べろよみたいなこと言うわけ。ウィキ見ろよ。そうじゃないな。そんだったらもうオフラインのゲームをやってるようなんでしょ。どんどん聞いて教えて、それは楽しむってことだと思うな、俺は。大丈夫かな、これ見ちゃって締め出されたりしないかな。締め出されててもやれるでしょ。うん、はい、あ、見て待っててくれたわ、ありがとう。片じけない。私は向こう見ればいいかな。なんで行かない？あ、行ってるわ。で、こうやってここのね、あ、ここがまだここをこうやって調べてやると、出てきちゃったな。ギリギリ間に合わなかったか。うん、まあこれが遅くなるとね、こうやって護衛がね飛び出してきて、まあ、雑魚が増えるんですよ。まあこれが面倒くさかったらね、わざわざ、ね、みんなでしはる。いちいちチェック入れてた方がいいよ。せっかくのスプリット、あー出てきちゃった。てかもう行ってないな。もういいのか。よいしょ。あれなるほどね、多分ね、視覚に入ってなかったね。ナイスー。入れよう、ミップをミップをヒーラーさんに入れようかな。ありがとう。これも後で見よう。戦利品、あ、来ちゃったロトすることもなく流れてきちゃったわ。まあこんな感じでございます。サスタ社ね、新食堂いかがでしたでしょうか。ちょっとだけ話で外できるか。あ、ミップもらったよ、でも。ありがとう。多分、初心者じゃないけれども、なんか、レベル60だけど、動きも分かってるけれども、初攻略だなって思った。あ、なるほどね。復帰されたんだな。ミップ入れようってことだろうね、きっとね。ありがとう。で、サスタシャン。あ、バデロンに話せばいいんだ。じゃあもうここで終わりましょうか。エールポート行ったところでもうエンディングして終わりましょう。まあ時間も時間なんでね、まあダンジョン1個やれたと。まあいい感じなんじゃないかな、キリとしても。で、俺もうトイレ行きたくて仕方ない、うん。よし、終わりましょう。あ、犬がもらえるクエストもできてる。はい、というわけでね、こんな感じでございました、ダンジョン。初ダンジョンだね、この放送では。うん、まあね、どんどんね、まあ、これからダンジョンに挑んでいくケースがどんどん増えていくと思うんだけど、その都度ね、まあ、私の分かる程度で、分かる範囲でまあ解説しながらね、まあ、ダンジョンを攻略していけたらいいなと思っておりますので、まあ、よろしければご視聴の方お願いしますよ。というわけで、お疲れ様でした。ごきげんよう、さよなら。お疲れ様。おやすみなさい。